ヨーロッパで iPhone のシェア率が低い理由って何でしょうか？日本が異常に高いだけです。その日本の場合って、Android だろうと iPhone だろうと、料金に含まれちゃってたりするじゃないですか。要は新製品があったとしても、パックみたいになってて、毎月毎月の料金に iPhone の代金が含まれてますみたいなのがあるので、iPhone って普通に買うと10万円するんですけど、10万円現生で iPhone 買ってる人より、そのキャリアのセットで iPhone 使ってる人っていうのが多いんですよ。で、なんでかっていうと、ソフトバンクもドコモも、au iPhone をなんか何万台売るっていう契約をして買ってるので、もう叩き売り状態なんですよっていうのがあって、本来 iPhone 高いんですけど、日本の場合は異常に安いんですよ。っていうのがあって、日本とアメリカだけ iPhone の利用率が5割超えてるんですけど、それ以外の国って Android の方がシェア多いんですよね。なので、実は iPhone、ヨーロッパが iPhone の利用率が高いんじゃなくて、日本が異常って話です。